はい、こんにちは。ガサガサフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日は琵琶湖博物館展示シリーズの23回目です。で、今日お伝えするのは、これは下流域の魚水槽ということですね。で、まずこれ見てもらいたいのはこちらですね。大きく3と書かれてて、このちょっとナマズ水槽ですね。この前お伝えしたナマズ水槽のすぐ先がにこのでかいねパネルがあります。これ見てもらうと3番がね、川の中へって書いてあるんですね。なのでここからはこの河川をイメージした水槽がしばらく続きます。それではまずその先のね、まず1つ目行ってみると、それがこちらですね。下流域の魚とヤナ漁と書かれていますね。これヤナ漁はね、これ知ってる人と知らない人やっぱね、少し分かれるかなと思います。で、これは、まあ、琵琶湖に限らず、ヤナ漁というね、この定置網が、知られているんですね。で、このヤナ漁というね、定置網は、滋賀県の、琵琶湖のね、いくつかの、流入河川に設置されています。で、これはもう漁協さんかなが、それぞれ管理をして、そこでね、魚を取ってます。で、他の県の、例えば、長良川とか、まあ、いっぱいね有名な河川あると思うんですけども、そういうところでは、魚下ってくる時にこの矢菜を設置して、そこに魚こう乗り上げてね、それを捕まえるので、鮎が結構有名じゃないかなと思うんですけども、滋賀県のこの流入河川の矢菜漁というと、春先に魚がね、例えば有名なのがハス、それからウグイで、そのウグイが先でハス、そしてニゴイとかね、まあ、いろんな魚が上がってくる。で、アユもそうですね。上がってくる時にヤナオに魚がかかって、それを取るというタイプなんで、ちょっとこう下るバージョンと上がってくるバージョン、遡上する時のね、に捕まえるっていうね、ちょっとね、ニュアンスが違うんですけども、まあ、基本的にヤナ漁っていう、仕掛け、川を塞ぐ形でね、設置されている漁があります。で、その水槽ということで、ここ見ていくと、まあ、同じようなこと書かれてるんですけども、そうですね、琵琶湖から行き来する魚や産卵に来る魚がいて、季節の移ろいが感じられる場所です。まあ、確かにその季節によってね、その現れる魚も変わりますし、まあ、ある意味その季節を感じられるね、量なんじゃないかなと、確かに僕も思います。ただ僕はこれをね、まじまじとね、現場に行ってみたっていう記憶がほぼなくて、このヤナをね、やってる漁協さんに僕はね、残念ながら知り合いがいないんで そういったことからもね、ちょっと近づきにくい、ね、エリア、量ではあるんで、あんまり僕はね、縁がないんですね。ここでは、そんな水槽をね、紹介しています。で、これジャンプするね、ウグイって、これ多分上がってきた時、あ、3月ね、産卵のために上がってきたウグイがね、こうバンバンね、その矢菜のこんな柵があるんですけども、そこでね、一生懸命上がろうとするわけですね。で、あとニゴイ、ハス、あとさ、秋だとミヤマスね、これも上がってくるんでね、矢菜で上がってきた個体を取って、で、漁協がね、さんの職員さんたちが人工採卵をしたりとか、そういうのをね、やって、で、それをまた琵琶湖へ返すということもされてるんで、まあ、ある意味その矢菜というのは、あと鮎なんかもね、数の計測にね、研究に使ったりとか、いろんなことをね、使われているんで、まあ、非常に琵琶湖にとっても、研究していく上でね、この矢菜漁というのが重要な調査ポイントでもあるわけですね。ああ、まあ、そこに、あと、カワウなんかもね、カワウがね、この矢菜のところに大群で来てね、魚たちをこう、かっさらっていくみたいなことも書いてますね。そして、こちらが、その下流域の魚たち水槽の、解説版なんですが、まあ、同じような感じが書かれていますね。で、ここの行名板には、アユとビアマスが入ってましたね。
かれています。でこれは季節によってね、例えばビアマスなんかももう秋終わればね姿消しちゃうんで、今度春にはねハスが来た時にはハスを入れて、でハスの魚名場をね多分設置してくれるんで、その季節の魚の看板がね多分入ってると思います。でこの時はそのビアマスとアユがねちょうどいる時期だったんで、いました。でこちらはそうですね、ビアマス産卵期のビアマスのオスとメスのね解説とか、まあ運が良ければね産卵の瞬間がこの水槽に見えるかもっていうことでね、もうタイミングが良くてね、その個体がうまくいればね見れるんじゃないかなと思います。でこちらがその水槽なんですが、もうね上からちゃんと覗けるようになってて、ビアマスがいますね。でこの時もね 3,4 個体いたのかな、オスメスちゃんと入っていて、もう結構ね追っかけてましたね。でこちらにはアユがちょっと群れを作ってますね。もうアユもね、少し錆びてるのもいますけど、もうね産卵の終盤だったんで、こんなねまあコアユって言われるようなねちょっと小さめのね琵琶湖から上がってきたサイズのアユたちですね。今ここはあのね気流ポンプのようなねこう流れを作るポンプがちゃんと設置されていて、で流れをねできるだけ川のようにしてあるので、魚が一定方向のね方角を向いてそれに沿ってこう水槽をね動くような動きが観察できるので、またねちょっと川っぽいイメージも少し感じられると思います。まあ、そういった意味ではその季節に応じてね魚が変わるということで、このね例えば琵琶湖博物館にも例えば年間券で僕もね買ったんですけども、それがあればそのね春夏秋とね冬も来てもらうと、あの時琵琶湖おったのに今ハスがいっぱい入ってるわみたいなね感じで、そのねコンセプトも知って見に来るととても楽しい展示を観察しながら楽しめるんじゃないかなと思います。それからもう一つ、先ほどもね何度か紹介した、その季節に合わせた動画というかね 撮影ということで、例えば今度の春は、ハスがね琵琶湖から大きなねもう30センチをちょっと超えるぐらいのねすごいかっこいいハスたちがね、たくさん上がってくるんですね。で去年はもうそのシーズン間に合わなかったんで、今年はそのハスが大群でね、河川を上がってくる様子とか、まあ、産卵なんかもね、見れるんで、まあ、どんだけ近づけるかとかね、まあ、撮影自体は難しいんですけども、まあ、見に行きたいなと思ってます。で他にもウグイがね、ウグイの方が早いのかな、ウグイがもうたくさん上がってくるんで、もうあのオレンジと黒でね頭がブツブツになったねかっこいいウグイを、見に行きたいなとか思ってますし、あとニゴイもそうですね上がってくるんでね、そういうの機会も、その季節にこの水槽のようにね季節に合わせた魚を追いかけていきたいと思うので、ぜひ楽しみにしててください。ということで今日ももう10分超えたんでこの辺りで、失礼したいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。